なんでそんなに読めるんだよ。全てが役に立つ。それは分かってるけど。違うな。こうかな。でも、兄さん、今は何をしたの？まだ武術的要素は持っていなかった。インドラの発明により忍衆の流れは大きく変わることになった。すごい、すごいよ兄さん。インドラはわずか10歳にしてわしにもできぬ発明をしてのけた。まさに忍衆の天才と呼ぶにふさわしかった。気づいてやることができなかったのだ。すでにこの頃からインドラを狙う闇の力がうごめいていたことに。お前の発明が忍衆を大きく変えたな。因はお前が発明しなくとも、いずれ誰かが発明した。誰だ？出てこい！僕はいつも君を見ているよ。そこまで！修行終わりだ！それはやはり、いつか後継者を決めるなら、インドラ様の忍衆の才能なら、誰も文句を言いますまい。これでも修行が終わってすぐに来たんだぜ。これ見てよ。イノシシの足跡だよ。お前の忍衆でやっつけようぜ。うん、うん、そこか。君は強くなる。本当の自分の力には気づいていない。お前は何者なんだ。そんなことどうだっていいじゃない。君の力が目覚めてくれれば、愛を失うこと、例えば君の愛する人間が死ぬとか。アスラ、こっちに来た。こいつ、普通のイノシシじゃない。しろ！兄さん。その目。これから君はその目で真実を見つめながら生きていく。消えたか。もっと気合を入れろ。アシラ、お前もだ。インドラ様の成長は素晴らしいですな。インドラ様が2代目になったらついていけるかどうか。アシュラ様の方は気さくに話せるが、才能がまるでないからな。今日も裏山へ修行に一緒に行っていいかな。一人で修行したいんだ。そうだよね、レベルが違いすぎるもんね。出てこい。いるのは分かってる。もうその目にも慣れたかな。ところで、その目で何か見えた？自分には忍衆の未来を変えられる力があるんだって。いずれ君の力は父親の羽衣にも匹敵する。なんか兄さん変わったな。みんな気持ちが離れちゃう気がするけど。忍衆でちょいとこの辺りの木を倒してくれないか。ああ、そういうことなら任せろ。兄さん、これはどういうことです？樹木を伐採し、己の財とした。罪はお前にもあるぞ、アシュラ。切り通しって、あれ嘘だったのか？どうして本当のことを？ですが罪には、罰となる力を毅然と示さねばなりません。今逃がしてやる。アシュラ、その男をどうするつもりだ？
兄さんは俺が何とかする。今のうちに逃げろ。すまない、アシュラ。兄さん。お前は優しい心の持ち主よの。インドラとは真逆だ。何したのですか。インドラの目にはわしにも読み取れぬ不気味な冷徹さがある。わしはその時なぜ二人の息子を天から授かったのか、その意味を初めて知った気がした。これより我が忍衆の後継者を決める。インドラ、アシュラ、お前たちはその地に向かい、そこで起きている問題を解決するのだ。俺に忍衆を継ぐべき才能がないことは。それはわしが決める。弟の方は優しい気性の持ち主になったようじゃの。兄は優秀だが力があるゆえに愛を信じていない。力と愛、その両方が必要だ。どうやら着いたみたいだ。こんな村に羽衣様が言った問題なんてあるのか。おい、大丈夫か。今直してやる。何の騒ぎじゃ。遠慮なく食べてくれ。先ほどは村の者が失礼したの。ゆっくりしていくといい。何も問題なんてないぜ。うん、でもやっぱ感じるんだよな、あそこから。あの丘に行きたいんだけど。そこには誰も近づけるなと長老に言われている。なんだか感じ悪いな。やっぱり何かあるのかもしれない。お前医者なのか。それは病気も治せるのか。ちょっと来てくれ。あなたに母の病気を治してほしいの。なんだこれ、何か強いチャクラを感じる。俺の力じゃこの病気は治せない。君のお母さんと同じなのか。ええ、こんなにこの病気で死んでるのか。そうよ。悪いけど少し寝ててくれ。こっちの方が手っ取り早いぜ。洞窟があるぜ、行ってみよう。なんだここ。この丘がこんなになってるなんて。神樹様の言い伝えは聞いたことがあったけど。これが神樹だ。そうか、神樹の樹液が大地に染み出してるんだ。神樹の樹液はこの地の作物からそれを食べる動物や人間にどんどん蓄積される。この警備を長老がやらせてたってことは、長老は全部知ってるってことじゃねえのか。なぜお前はそこまで村の秘密を探るのだ。あの木は地上を破滅に追いやったもののけの残骸です。だから力があるのです。神樹の力は確かに土地を豊かにします。同時に村人たちを蝕んでもいる。だがあの木をなくすことは許可できぬ。なぜです。容赦ない干ばつが毎年のように襲い、数えきれぬほどの餓死者を出してきた。村の者たちに飢えに怯える日々に戻れなど、わしには到底いい。早々にこの地を立ち去るがよい。ただ我慢するしかないのよ。皆さん聞いてください。療養所の病気の原因は丘にある神樹なんです。俺たちから神樹様まで取り上げる気だ。そんなことさせてたまるか。とっとと帰れ。あの木こっそりぶっ壊しちまえよ。苦しくはなるけどいずれ死んじまうんだぜ。父上は問題を解決しろと言ったんだ。やっぱり井戸を掘るしかないんだ。決めたぜ、俺は自分の信じることをやる。何年かかろうとやり遂げる。所詮お前たちでは決断などできないようだな。インドラ様が戻られたぞ。万事仰せの通りに。何か問題は。ありません、村には平穏が戻りました。アシュラの帰りを待つ。決めるのはそれからだ。僕には全部わかってるよ。
羽衣の思い描く忍衆の未来は君の思い描く未来じゃない。すでにアシュラ様が旅立って1年になります。しかし未だアシュラ様は戻ってきません。心配するな、そろそろアシュラも戻ってくる頃だ。おい、戻ってきたか。自分の息子のことはよくわかるの。さあ早く羽衣様に。え、兄さんに決まったんじゃ。俺の力では行った村の問題を解決するには長い時間が必要でした。アシュラ、話を聞こう。俺の行った村は神樹の水源に頼っていました。あんたたち、俺たちも手伝う。自分たちのことくらい自分でやりたい。音がする。そうか。ではこれより忍衆の後継者を発表する。忍衆の後継者はアシュラに任せる。なぜ私では不満なのか、その理由をお聞かせください。お前に任せた村は今壊滅状態にあるとの報告を受けた。何をしたのか話してみよう。望み通り村の者たちに水を与え、神樹を処分した。村の人間たちは水の利権を争い、自らの身を滅ぼしたそうだ。苦難の末に手にした幸福はそう簡単には崩れはしない。アシュラは成長したといえどまだ力は足りない。忍衆を支えていくためにアシュラに力を貸してやってくれ。兄さん、なぜ俺が選ばれない。力がある者が世界を制するのは当たり前のことだ。インドラには全てを決めるだけの力があるじゃないか。今日は忍衆の後継者が決まっためでたい日だ。無礼講で心ゆくまで楽しんでくれ。なんだか私たち大変な時に来ちゃったみたいね。実は俺ホッとしてるんだ、後継者がアシュラに決まって。納得いかんか。はい。インドラのシャリンガンを見た誰もがその力に圧倒される。インドラ本人も気づかぬうちにな。その力ゆえにいつしか本人も人の心を理解することをやめ、お前は人々の心を理解できる。ゆえに愛を持って忍衆を生かした。絆とは多くの苦楽を共にし初めて生まれるものだ。絆がある限り忍衆が悪用されることはない。これよりお前にわしの力を託す。これはどういうことだ。あの旅の時、俺もアシュラと同じように村人たちに痛みを求めた。弱き者たちは俺を王と崇め力を求めた。弱き者の助けなどいらない。この力を使い、力による完全なる秩序を作る。力を持つ者こそ心を忘れてはならんのだ。兄さんは俺の命を守ってくれるくらい優しかったじゃないか。もう後戻りはできるのだ。その目は。親しいものを失ったとき、シャリンガンは進化する。俺は兄さんとは戦いたくない。お前が俺の相手になると思っているのか。
力を合わせるのだ。父上、あなたの言う脆弱な理想に今引導を渡してやれ。わしはシャリンガンの持つ不遇を、しかしそれは絶に利用され、全くの無駄になってしまったようだがな。わしはこの世界をうまく導くことは、ゆうべインドラがやってきた。わしを殺しに来たのか。俺がここに来たのは、これから地獄と化す忍衆の未来を突きつけるためだ。あなたのその身勝手な思い違いが、忍衆の未来に戦いと災いを生むのだ。俺の魂は何度でも蘇り戦い続ける。兄さんの魂が何度でも蘇るのなら、私の魂もまた何度でも蘇りましょう。父上、羽衣様、お父様、おじいちゃん。二人の戦いは続いた。長く、果てしなく、幾度となく、その戦いはアシュラとインドラが死んでもなお続いた。二人の魂は幾度も転生してな、何としてもナルトとサスケを助け出すのだ。